自分の八幡小学校の広いグラウンドでサッカーをするのが大好きです。僕は市川の福島小の体育の授業が好きです。続いてはトピックスです。マイタウン市川、田中義人です。特集では未来につながる行動を、市川環境フェアをお送りします。その前にトピックスです。6月26日八幡小学校、行徳小学校で17年度ワンパクセミナー開講式が行われました。撮影にお邪魔したのは八幡小学校です。このワンパクセミナーは自然体験を通して想像力と生活技能を身につけるとともに、郷土の文化財に触れ地域を愛する心を育てることを目的として行われています。今年度のワンパクセミナーは市内在住の小学校5、6年生110名が参加し、キャンプやハイキングなどを通してグループ活動を学んでいきます。開講式後、八幡小学校ではワンパクセミナー講師と大学生のボランティアリーダーや市川市ジュニアリーダーサークル、通称 IJC の高校生たちと様々な面白ゲームが行われました。好きな教科でチームを作るゲーム、グループでじゃんけんをしていくゲームなど、団体生活で必要なコミュニケーションを育むゲームを行いました。子どもたちは初めて会う友達に少し恥ずかしがるところもありましたが、ゲームを進めていくうちにとても仲良くなっていました。このワンパクセミナーは11月13日まで今後4回のセミナーを行う予定です。参加者全員で行う様々な遊びを通して創作意欲や基礎的な生活能力を身につけていきます。6月26日市川市文化会館展示室で市川市写真展表彰式が行われました。文化会館展示室では様々な展示会が行われています。6月21日から6月26日までは写真愛好家の日頃の成果を発表・鑑賞できる場として第17回市川市写真展が行われました。今回の応募者は159名、作品の数は295点、身近な生活の写真から大自然の写真など様々なものが集まりました。その中から写真家福田文明氏が厳正に審査を行い、市長賞をはじめ50点近くの作品が表彰されました。駆けつけた千葉光之市長は、これからも良い作品が撮れるよう頑張ってくださいと挨拶しました。市長賞をはじめその他表彰された作品は終作展として6月27日から7月5日まで市役所1階の多目的ホールで展示されています。6月28日市川市と行徳警察署による管内合同パトロールが行われました。この合同パトロールは行徳地区で発生している犯罪や交通事故、放置自転車などの現状と課題を市長と行徳警察署長が共に確認し、これからの安全安心の街づくりに生かすことを目的に実施しました。今回のパトロールはリサイクル自転車に乗って行われ、自転車盗難が多発している駐輪場、空き巣が起こりやすい地区、ひったくりが起こっているポイント、痴漢が出没している公園などをパトロールし、それぞれのポイントでは現状説明、犯罪状況、防犯カメラ設置予定箇所などが確認されました。また青色パトロールカーでのパトロール、マナー条例の啓発なども行われ、行徳地区の防犯活動に取り組みました。パトロール後、早速海浜小学校の会議室で巡回した場所の問題点が挙げられ、対策が話し合われました。市はこれからも安全で住みよい街を目指していきます。以上トピックスでした。
空間。はい、今日はタヌキを紹介したいと思います。タヌキは、昔話にもよく出てきますから、皆さんよくご存知の動物だと思います。これは里山の動物として、昔からですね、人間と深く関わっていたからなんですね。里山というのは、山奥と、人が住んでいるところのちょうど中間を指すところなんですね。よく知られている動物というふうにお話しましたけれども、タヌキを見て、何これアライグマなんていうね、お客さんも結構多いんですね。よく似ているんですけれども、アライグマとはやっぱりちょっと違うんですね。どこが違うかと言いますと、見分けるポイントの一つは尻尾です。アライグマは、尻尾に縞がありますね。ですけれども、タヌキはそれがありませんから、その辺もね、違いもこの動物に来た時にですね、じっくりとちょっと見てみてください。今日はタヌキを紹介いたしました。マイタウン市川、篠崎直子です。今回は未来につながる行動を、市川環境フェアをお送りします。皆さんはどんな環境に優しい生活を実践されていますか？率先して環境問題に取り組む市川市では、毎年この時期に一人でも多くの市民の皆さんに環境問題を考えるきっかけになればと、環境フェアを開催しています。市川環境フェアは市民ボランティア、それから実際に環境活動を行っている団体の方、企業の方、それから市の行政における共同による作業で、環境について市民の方に分かりやすく知ってもらうためのイベントです。今年の環境フェアにつきましては、未来につながる行動をテーマにしています。2月に地球温暖化のための京都議定書が発行されましたけれども、地球温暖化対策には市民一人一人の環境への取り組みが重要になっています。環境フェアの中では、環境家計簿による二酸化炭素の削減、それからリサイクル商品の展示、エコ商品の展示などが行われています。こうしたものを見ていただいて、市民の方における環境活動が率先されればと思っています。今回で13回目を迎えた市川環境フェアは、6月の環境月間をきっかけに、多くの市民の皆さんにより良い環境づくりに参加してもらおうと開催しています。環境について取り組んでいる市民、市民団体、事業者、そして市が一緒になって、環境についての取り組みや環境に優しい生活などの紹介を通して、未来につながる行動を呼びかけています。メイン会場のグリーンスタジオでは、環境に取り組む皆さんの日頃の活動の成果が展示されました。こちらの市川地球村さんでは、はい、普段はどんな活動をされているんでしょうか？ですね、普段は市川の皆さん、市民の方に、環境問題を、ね、中心とした一言を、講演会などを通じて、いろんなことを、ね、知ってもらうようなこう活動を、中心にしています。環境問題はすごいたくさんあるんで、幅広いんですけれども、今日の展示の中では、地球温暖化の問題と、あと、浜岡原発の問題ってあるんですけどね、そちら、あと、講演会とちょっとつながるかな、環境をテーマにした映画があるんですね。ホタルの星って映画なんですけど、そちらをぜひ上映したいなということで考えてますので、そのご紹介、その3つをね、展示してます。本当に自分ができることってちょっとのことでもあると思うんで、そこからこう始めていただければ、だんだんとね、みんなが一つ一つ一つこう積み上げていくことが、なんか大きく変わっていくことになるんじゃないかなと思うので、そういったことを、なんていうのかな、皆さんに伝えたいなと思います。はい、こちら企業さんということで、はい、環境に対してどのような取り組みを行っているんでしょうか？はい、デイリーヤマザキなんですけれども、今お店の方が全国で1800店ぐらいあるんですけれども、そちらのお店で唐揚げとかコロッケを売ってるんですけれども、その使った後の油がですね、たくさん出るもんですから、以前は
固める凝固剤で固めて捨ててたんですけれども、今はこちらにありますように専用の缶で保管しまして、リサイクルを行っておりまして、その油を集めてですね、こう石鹸なんかを、廃油からできた石鹸ですね、無添加で体に優しい石鹸なんかを、ね、作っております。はい、でこちらまだちょっと販売の方はしてないんですけれども、開店なんかの時にお客様に記念品としてお渡ししたりしております。はい、やっぱりリサイクルできるものを少しでも増やしていこうということで取り組んでおります。はい、こちら水アドバイザーについて展示してあるんですが、水アドバイザーについて教えてください。はい、川の水をきれいにしましょうというところから始まりまして、川の水をきれいにするにはやはり私たち主婦、生活、台所の生活排水、あれをきれいにしていかないと川の水もきれいにならないということで、このアクリルターシとか食器、使った食器をきれいにしてからお水で洗うという、そういう作業のもとにこの水アドバイザーって今行われてるんです。でゴムベラって今日は置いてないんですけどね、ゴムベラ等を使ってカレーとか何かそういう汚れた食器をきれいにしてから水で流すんですけど、その水で流すにも洗剤をいらない、あまり使わないようにということで、このアクリルたわしを使って洗いますと洗剤も少なくてきれいになる、だから水もきれいに流せるという。では市民の方に一言 PR お願いします。昔ね、そこのママ側にいっぱい魚がいて、で僕たち子供の頃泳いだことがあるんですよ。そういう川にしたいんで、皆さんね、汚い水は流さないようにぜひお願いします。こちらはどんな活動されている団体なんでしょうか。はい、こちら物件遊水地の会という会なんですけれども、市川市の少し北側にありまして、もともと北方のあたりになるんですけれども、非常に洪水の多い地域だったんですね。でそういった洪水を防ぐ目的で遊水地というものを今市が作っているところになるんですけれども、そこの遊水地を利用しまして、いろいろな自然ですとか市川の文化というものを紹介するというような、団体になっております。市川というのは非常に東京に近い場所ですけれども、非常に自然が残っているという意味で貴重な部分がたくさんあると思うんですね。そういったある意味東京に毒されていないような市川の自然というものをしっかりと守りながら、またどういう自然が残っているのかということを、記録を作ったり調査をしたりということを行っています。最後、市民の皆さんに一言 PR お願いします。はい、このボッケ遊水地が2年後にオープンの予定になっているんですけれども、市民の方々にいろいろ実際に池に来ていただいて調査ですとか、あと池の中にいる生物ですね、そういったものに親しんでいただきたいというふうに考えておりますので、ぜひ近くにお越しの際はボッケ遊水地の方にお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。環境フェアでは環境に配慮した業務や商品の開発、販売を行う企業の取り組み、市内で環境に優しい活動をする団体の取り組み、そして環境を良くしていくために誰もが始められる日常生活のヒントなどが紹介されました。豊かな地球環境を次の世代に引き継ぐために、みんなが協力して一人一人ができることを今から始めることが大切です。二酸化炭素などが大気中に増えることによって地球の平均気温が上昇する地球温暖化、その温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素は、家庭、事業所、工場などで使っている電気やガス、車が消費するガソリンなどから発生しています。市川環境フェアでは公募した市民ボランティアの皆さんが参加して各コーナーの企画や運営を手伝っています。第13回市川環境フェアは公募した23人の市民ボランティアの皆さんに支えられました。市民ボランティアの皆さんは市民団体の展示や環境に関する各種ゲームなどの企画運営を行いました。3番鍋式
中でも盛り上がりを見せたのがビンゴゲームです。環境に優しいビンゴゲームの商品は各家庭から持ち寄ったリサイクル商品です。参加した市民の皆さんは楽しみながらリサイクルを体験しました。どうして今回この市民ボランティアに参加されようと思ったんでしょうか。私はですね、これ確か6年前から6年前に最初にこういう企画があった時に参加しようと思って、それからずっと継続して参加してます。この環境フェアを通して市民の皆さんにどんなことを伝えたいと思いますか。どんなことっていうか、僕が思うにはこういうのにこう参加してですね、いろんな方がこういろんな展示をやってらっしゃいますよね。でそういうのにこう来てもらって、で私はじゃあそういうのにこう楽しく来れるような楽しい、例えばビンゴゲームとか環境クイズとか分別ゲームとか、そういうのの提案とか運営とかとやってきて、人集めみたいな感じで来ればいろんな方がやってらっしゃるというのが分かって、そういうのを勉強してもらえるかなというようなことで。メディアパーク市川3階の第2研修室では、環境問題に取り組む小中学生のグループ市川子ども環境クラブの新年度会員の発足式が行われました。市川子ども環境クラブは市川市内の小中学生のグループであれば誰でも入会できるクラブです。リサイクルや省エネルギーを進める活動、河川の水質調査、動植物の自然観察など環境に関わる取り組みを行います。今年度は29グループ1059人の会員が登録しています。会場では昨年1年間活動した会員への表彰式が行われた後、太陽電池のお話というテーマで太陽電池メーカーの方と一緒に地球温暖化、その対策としての太陽電池の意義について考えました。できるだけ二酸化炭素を減らせるような活動をしていきたいと思います。二酸化炭素を減らすように節電をしたり、ゴミを減らすようにしたいです。部屋の電気をいらないときは消したりしたらいいと思います。自分たちが出しているゴミとかがいろんなことを地球に汚しているということがいろいろ分かった。みんなしっかり考えないといけないなって思っています。エアコンなどの設定温度などを守ったり、あんまり二酸化炭素を出さないようにしたいです。このままでは地球が滅んじゃうのかなと思って、やっていきたいと思います。自分たちが住んでる星なので大切にしていきたいと思っています。メイン会場のグリーンスタジオでは楽しみながら環境問題に触れてもらおうと様々なゲームも行われました。リサイクルに出されたガラス瓶を細かく砕いて角を取ったものを使ったネームプレートなどの創作や、好きな模様を描いた工作なども行われ、楽しそうに体験する子どもたちの姿が目立ちました。また3階の研修室では種と豆で作るナチュラルアートが開催されました。ネイチャークラフトデザイナーの石井桃子さんを講師に迎え、種や豆を使って食べかけ作りです。参加者はいろいろな種類の種や豆の大きさや形を確かめながら、それらを上手に組み合わせて思い思いの作品を夢中になって作っていました。自分でできることをこれからやっていこうかなと思いました。エコクラブっていうのに入っていて、これからも頑張っていきたいなと思いました。
子どもたちを連れてきたんですけれども、なんか日頃からゴミを分別したりだとか、こう街中にゴミを捨てないだとか、そういうなんていうの、みんなで街をきれいにしていこうっていう気持ちがこう分かりやすく育つようなブースがたくさんあって、とっても良かったと思います。最近地球がおかしいなって思うことはありませんか？環境問題は一人一人の暮らしに関係しています。水を出しっぱなしにしない、買い物はマイバッグを持ってレジ袋をもらわない、部屋の照明や冷暖房など必要以上に無駄なエネルギーを使わないようにする、未来につながる行動を、普段の生活からもったいないを心がけて、できることから始めていきましょう。私たちの生活に密着して、暮らしにとても大切なのが環境です。地球温暖化、限りある資源、海の汚染、山の汚染、私には関係ないと放っておけば、みんなにとって、そして未来にとって取り返しのつかないことになる問題です。環境は地球で暮らす一人一人に関係のある問題です。未来につながる行動を、一人一人ができることから始めていきましょう。市川市からのお知らせです。平成17年9月発行予定の市川便利帳増刷版に掲載する広告を募集します。市川便利帳は公共施設やいろいろな手続き、医療機関や災害対応などの案内として親しまれています。広告掲載の媒体としてご利用ください。広告募集期間は7月11日から20日までです。掲載できる広告や料金など詳しくは広報課にお問い合わせください。